しかしあの開幕フライングキラ様ドライブは結構下手ね。さあうまく総裁を取ってから足払い、そしてあダウンじゃせずに、あーとここで総裁、総裁からのアルマゲマグナムドロップ。さあワイダーがもう一回、さすがワイダーこれまだグラビティツインドライバーじゃないです、これはグラビティツインドライバーじゃないんで、タイプ B ですね、はい、タイプ B。 あーでもね、ジャンプ C。 さあ 2B の後はあーちょっとここで 4C がヒットして、さあこれお互い結構こうあれですね、えぐい攻めをしますね、2人も。このゲームがいる、確かに。もうここはもう躊躇なくバーストして、あーとジャンプ C 総裁、あーとがなかったが、さあこれあれのポイントだ、あれのポイントだ。さあレティバーストしなかったが、さあ思いっきり放水切り狙ってましたね今。あーとしかしこれは、さあこれいい勝負だ。あーっとここでコミュニが入らないが、ごまかしたー勝ったのは、レティエルザ。はい、それでは次行きましょう。一応これ1回戦最後の試合ですね。トキビトコノハとアキさん、バイス使いのアキさん、あちら、はい、でそんで B 兄弟で、ダルスさんとシッペさん、あこれ結構面白いねこれね。A 兄弟、うん、あいいよいいよいいよ。はい、今日の優勝候補の勝利ですね、トキビトコノハ。さあ対するは、はい、そして、対するはこちら、今日平日大会初参戦ですね、アキさんのバイス。さあ今日ですね、スカイ以外からもね、いろんなところから、プレイヤーの方来ていただいてます、ありがとうございます。この調子でですね、あらかな盛り上げていきましょう。さあ、B 兄弟の方も結構面白い組み合わせ、ダルスと、ダルスアカネと、シッペマオリ。さあこれは氷バイス。さあ、ハイパーオリンピック。さあここでトキビと対戦したことないところ、トキビとのコノハ最初はちょっと苦しいかもしれませんが、さあエクステンドからまずは押していくトキビと。さあここはもうそのままリバーサルを封じていく形で、まず1本目パーフェクトで奪っていく。さあうまくジャンプ E がカウンターでヒット。さあここで早手に前掛けからの、おそらく勝利を狙ったと思うんですが、残念ながらこれドキュートはね、これあのフェイントをうまく混ぜていました。さあ2連パーフェクト、勝ったのはトキビトコノハ。これはトキビトがうまかったとしか言えないですね。はい、そして B 兄弟の方は、さあこれはさあダルサカネがちょっとリードしてたんですが、ここでシッペさんのコンボムービー、ごめんなさい動画に残らなくて。さあ珍しく超アネで締めましたね今。さあ 6C はさあダルスさん、この異常な反応速度、しかし縦アネは見えない。あ勝ったのはシッペ周り、やはりまあベテランの貫禄ですね。